金映えの元カノのおでこちゃんっていう子が可愛かった。おでこちゃん結構可愛いよ。可愛かったよ。もう別れたけど。まあ俺の予想からしておでこちゃんは多分家出少女だよ。なんで金映えと知り合ったのか知らないけど、あの紐、なんか、ただ騒いでるだけのガキとなんで知り合ったのかわかんないけど、家までそうくっついて、おでこちゃんになんかいっぱい出したとか言って、家で生じて多分、うん。とか言ってるさ、バカにくっついていく女なんか誰もいねえよ。うん。その後、おでこちゃん、また家で戻って。あの、家で生活に。おでこちゃん。うん。紐状態だから。で、家までくっついてったおでこちゃんもバカだよ、でも。うん。うん、よっぽどだからおでこちゃんの家のお母さんお父さんが嫌なんだろうね。なんかガタガタして。じゃあ初めは働いてないから嫌なんじゃないの？